村の当後は、日本の建築家。日本建築家協会会長、イギリス王立建築学会名誉会員、アメリカ建築家協会名誉会員。佐賀県東松浦郡、三島村で代々船問屋を営む、家の一男、第三子として生まれた。生後すぐから12歳頃までウバーの元に預けられ、その後両親の住む福岡県音楽郡や綿村で、育った。 1910年、福岡県小倉工業学校機械科を卒業後、八幡製鉄所に入社。1911年から2年間にわたる従軍中、学問に興味を持ち、東京京橋の石材屋に、弟と下宿1913年、早稲田大学理工学部電気工学科に入学。しかし、自分には向かないと考え、1915年、 同大建築学科へ転院学。27歳で卒業した。1918年、渡辺節建築事務所に入所。日本工業銀行本店、大ビル本館、免業会館等の設計に携わった。渡辺からは、建築に費用を惜しまないことが客を呼び、引いては摂取の利益になることを叩き込まれる。1929年、渡辺節建築事務所を対象し、 村の建築事務所解説。日中戦争、第二次世界大戦中は、実作の機会は少なく、不遇の時期を過ごした。1949年、村の森建築事務所に解消。1955年、日本芸術院会員。1967年、文化勲章受章。日本芸術院賞日本建築学会賞など受賞多数。 1955年完成の八和田図書館では、交際を混ぜた、レンが、1958年完成の八和田市民会館では鉄錆を連想させる赤い、色調のタイルを使用しており、鉄の町で育った村野の完成によるものと評価されている。代表作の一つ、日清劇場は、花崗岩で仕上げた古典主義的な外観や小屋街を使った幻想的な内部空間などが、 当時の主流であったモダニズム建築の立場から反動的といった批判も受けた。1968年からは迎賓館本館の改修も手掛けた。また、村野は和風建築の設計にも手腕を発揮し、戦後のスキア建築の傑作として知られる下水園なども設計した。大阪を拠点に創作活動を行い、建築批評会では丹下建造とよく比較された。 90歳を超えても創作意欲は落ちず、死の前日まで仕事をしていた。2005年に、上市、渡辺沖縄記念会館が、村野の作品として初めて国の重要文化財に指定された。翌2006年、世界平和記念制度が、丹下建造の広島平和記念資料館と共に、戦後建築としては、初めて重要文化財に指定された。ありがとうございます。